はい、皆さんこんにちは。今回はですね、マイティフロッグでいつもはこっちのショートコースっていうのを走ってるんですが、今回はね、うちのコース、ロングコース、ミドルコース、ショートコースって分かれて走れるようにしてるんですが、今回はね、直線走ってのちょっと皆さんに見てもらおうかなと思いまして、こういう感じで、こんな感じで走るところを撮っていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、マイティフロッグどうだったでしょうか。次はね、ちょっとね、走り足りないんで、タミヤグランプリの 4WD バギー仕様の DB01 ですねを、フルコースで走ってみたいと思います。いかがだったでしょうか。いつもはね、ドライ路面っていって乾いた路面ですね、走ってるんですが、今日は、雨がちょろっと降った後の路面なんでね、ウェット路面っていうのを走ってみました。いつものね、土煙がガーッと出る感じと違ってね、ウェットはウェットでまたそれの面白さがあるんでね、タイヤ汚れるのが気にならない方はオフロードを一回ウェット路面走ってみると楽しいかもしれませんね。ではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、ちょっと手が大きいですね。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。